ホナタン・ロドリゲス・メネンディスは、スペインのサッカー選手。ポジションは MF。CA オサスナ所属。FC バルセロナで、下部組織を卒業し、下部組織時代にも在籍経験のあるレアル・オビエドで、選手となった。初出場は、テルセーラ・ディビシオンに所属する、B チームであった。2011年6月に、セーグンダ・ディビシオン B のマリノデル・アンコに移籍。その後は、 同リーグのヘタフェ CFB、レアルアビレス、スポルティングでヒホン B に在籍した。2013年夏に加入したスポルティングヒホン B で2014年5月7日に、プロ契約を締結、つまり、スポルティングでヒホンのトップチームに昇格した。プロ初出場はこの3日後のセグンダディビシオンの一戦となった。二千十四から十五シーズンは十一試合七得点の、 活躍、不動のスターティングメンバーとして3年ぶりのプリメーラ、ディビシオン復帰の原動力となった。トップリーグ初出場は2015年8月23日、レアルマドリードとの一戦となりこのホームゲームは0から0の引き分けに終わった。9月23日にプリメーラ初得点を記録したがこの試合は敗れた。2016年6月23日に4年契約でマラガ c F に移籍。 2018年1月12日には、半年の期限付き遺跡で、スポルティング基本に戻った。3月に、セグンダディビジオンの月間最優秀選手に選ばれた。2018年6月17日、デポルティーボ・アラベスにレンタル移籍することが発表された。2019年7月23日、SS ラテオと4年契約を締結した。2020年9月20日、 CA をさすナに1シーズンのレンタル遺跡が発表された。契約には500万ユーロの買取オプションが含まれている。ありがとうございます。